それではパテによる補強を説明します。前回1回目のパテ付けをしました。目は動いてしまいますが、パテが硬化していますので、もう目の幅が変わることはありません。この状態で1回ヘッドに目を入れて確認してから補強に入ります。前回目は調整してあるので幅は問題ないようです。それでは補強をしていきたいと思います。目の補強は後ろの部分を中心に行います。前の部分は隙間からパテが見えてしまうことがあるので、この部分にはほとんど盛りません。そして目が動いてしまうのを防止するために、この尻尾の部分をちゃんと押さえるようにします。それではやってみます。適量のパテを取って、少しずつつけていきます。この時、まぶたの部分にあまりつかないように注意しましょう。後ろの部分を押さえることが重要です。用紙に水をつけて、このようにつけていきます。この尻尾の部分をくるむようにつけます。ここの部分は見えませんので、きれいにつけなくてもいいですが、しっかり密着していることが重要です。後ろの方もしっかりつけておきましょう。ここの部分はまぶたの部分なので、パテがつかないようにしてください。この間にしっかり入れておきます。
ちょっと不格好ですが、このようになっていれば大丈夫です。次にこの状態で目に当ててみて、この角度を確認します。しかしピンセットを使うので、ピンセットにパテがついてしまうので、一回この部分に、パテの部分にシッカロールを塗ってピンセットにくっつかないようにしてから行います。しっかりつけておきます。そしてピンセットで目をつかんで、ヘッドの中にそっと置きます。そしてを調整します。瞳の部分がバランスよく上下に隠れるように調整します。ちょっとアップにしてみます。このようにバランスよく隠れていることを確認してください。そうしましたら、目を取り出して、6時間から12時間パテが乾くのを待ってください。